ここまで来たか。いまいましいやつらめ。その姿。私が貴様らを消す。それが定めだ。赤い月で復活した魔物の大群をも退け、ついにハイラル城への道を切り開いたリンクたち。しかし彼らの前に最後の試練が立ちはだかる。ハイラルの未来をかけたリンクたちの戦いはいかなる結末を迎えるのだろうか。
行くぞ。なぜだ、厄災ガノンに選ばれし、この私が認めぬ、このような定め、認めるぞ。厄災ガノンよ、今すぐにこやつらを喰らいつく。
親子はどこにも行かないでね。お父様、いや、捨てないで。厄災の復活はすでに予言されておる。ハイラルの姫として修行に励まねばならぬお前にこのような玩具など無用であろう。でも すまぬ。テラッコ。不可能。このハイラルのため、傷つき倒れた者のため、そして未来のため、ここで必ず打ち倒します。
きましょう。この戦いに終止符を。
そろそろ黒弦のようじゃな。皆の力となれたこと、わらわは誇りに思います。未来のゲルドも頼んだよ、ルージュ。ありがとな、ユンボー。短い間だったが楽しかったぜ。僕も一緒に戦えて嬉しかったから。いい経験になりました。英傑様の素顔も拝めましたしね。いつかきっとまた会えるよね。ああ、俺はこれからもずっと姉さんのそばにいるぞ。この奇跡を私は忘れません。あなたたちが共に戦ってくれたこと、決して忘れはしません。あなたたちの生きる未来にも。100年後にも光がありますように。